シーウェイマックスはセントローレンス回路の肛門を通行可能な最大の船の大きさを指す言葉である。シーウェイマックスの船は全長740フィート、幅78フィート、喫水26フィートである。これより大きな貨物船も数多く5台を航行しているが、こうした貨物船は大西洋へ下ってくることができない。肛門の大きさが 通行可能な船の大きさを制限し、その船が運ぶことのできる貨物の大きさをも制限する。セントローレンス回路を通行した船が一度に運んだ最大のトン数は28,502トンの鉄鉱石であった。一方、グレートレイク水路のより大きな拷門での記録は72,351トンである。しかしながら、ほとんどの新しい五大鼓用の船は、 セントローレンス回路を通じて、五代湖の外で活用できるようにして柔軟性を持たせるために、シーウェイマックスで建造されている。1975年の水難事故で有名な、エドモンド・フィッツ・ジェラルドは、シーウェイマックスに近い大きさで建造されていた。2006年時点で、五代湖からセントローレンス回路を下ることができない、大きすぎる船は28隻が運航されている。 ありがとうございます。